ツヤの車の話、はい、始まりました。はい、もうあの車ってねすごいなと思う。それぞれのメーカーによってなんか個性があるでしょ、はい、まあ、三菱さんもあるし、それぞれね、もちろん日産もトヨタもあるし、あれですよね、富士重工もすごいですよね。スバルさん、スバルはね、うん、やっぱ我が道行ってる、行ってますよね。俺は好き、ブレない、うん、ね、三菱がランエヴァやめても、うん、スバルはやめない、やめない、ここがやっぱスバルはね、腹が座ってる。ということで今日は、はい、スバル特集の中でも、はい、スバルのあの車の特集をしていきたいと思っております。よろしくお願いします。小林さんは今どういうあのポジション、ポジションなんでしょうか。うん、あの今私はですね、WRX とレヴォーグの、うん、商品のコンセプトから開発、はい、あと製造まで、全般をあの統括させていただいているような仕事をさせていただいて、まだ4月1日になったばかりなので、はい、あのお手柔らかによろしくお願いします。小林さん、一曲とりあえず歌ってください。一曲歌うんですよね。ということで今回はですね、あの WRX が第一世代から、まあ、現行の第五世代まであるということなので、初代から順番に見ていきたいと思います。まず第一世代がこちら、1992年に登場しました。あったあった、うん、はあ、これはもう報道はしかなかったんですか。あ、初めはそうですね、報道はだけですね、はい、この誕生はどういうふうにして誕生したんですか。もともと1990年にレガシーを使ってラリーに挑戦していました。まあ、ただそこにあの課題があって、ね、そこがきっかけになります。あ、レガシーね、ちょっと大きかったってことですか。はい、そうです、あのレガシーが当時大きくて重かったので、うん、そこがあの弱点になったと、うん、でそこであの白羽の矢が立ったのが、あのレガシーの弟分であるインプレッサになります。うんうん、なのでそこが全てのきっかけになります。なるほど、あ、インプレッサね、うんうん、インプレッサ対ランエボ、うん、これ歴史ですよ。もうね、ここからスタートしたってこと。そうです、うん、これで、レースにも出てるってことなんですか。あ、そうですね、はい、あのラリー出てましたよね。出てますね、あの1993年の第9戦目のフィンランド、そこがデビュー戦になりまして、そこでですね、2位を獲得させていただいて、すごいじゃん。あの、まあ、あのそうですね、あのポテンシャルの高さを示させていただいて、そんな状況です、うん、それはすごいわ。これすごいヨーロッパで、うん、あの有名で、この車、うんうん、あ、そうです、すごく売れたんですよね、ヨーロッパでやっぱり、はい、で、ここから進化していくんでしょ。はい、第2世代がですね、はい、2000年にデビューいたしました。あ、丸め、これかっこよかったな、うん、この2000年のこの第2世代なんですけど、はい、ここではですね、ライバルにあの絶対勝つんだというような、うん、そういう命令のもとですね、うん、あのかなりあの走りにこだわったあのモデルを、うん、あの作らせていただいたと、うん、そういう経緯があります。ショートブロートお聞きするんですけど、WRC に出るで、もう会社が決断するわけです、うん、やろうって、まあ、ただ F1 もそうだと思うんですけど、いくらぐらいかかるんですかね、このなんて。ああ、WRC？ いや、ちょっと金額のところは言えませんけども、あのいや、相当こだわってたので、その当時はあのお金よりも性能、まあ、勝負に勝つことを優先して、そんなふうにやってた。この時代って、金に糸目をつけない時代ですよ。そう、勢いのある時に。あとあれですよね、一般の方がこういうレースに勝つと、うん、それがすぐにあの市場にフィードバックしていった時代です。する。それ例えばパジェロなんかもそうですけども、うん、パリ高で優勝すると、おーっつって、うん、で今は意外とみんな冷静になっちゃって、あ、WRC で勝ったのぐらいで、そこのなんか熱が違う。いや、この時代はすごかったよね。すごい反響。ちょうど私この頃ずっと乗ってて、うん、あ、そう、もう毎年形が変わらなくても中がどんどん変わっていっちゃうんですよ、うん、もう WRC でここがダメってなると次の年すぐ変わってくれて、うん、そのぐらいあのモデルチェンジもすごかったんですけど、側が変わらないで中がどん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 変わるという、うん、この頃からブルーになってきてますね。そうそう、この頃からブルーで、スバルブルーだよ、はい、そうですね、あ、そうそうそう、あ、これだ、これこれ、スバルって言ったらね、スバルブルー、うん、そうだね、はい、うん、これは人気あったよね、スバルブルー、うん、このフロントのデザインって誰ですか。
ってアルファロメオのデザイナーを呼んでですね、あのあれとしてですね、R2 の、あ、そうですそうです、はい、でちょっとセンスなかったですよね、これね。あのなんかあの個性的な感じでですね、これ小林さんより詳しいですよ。よくね、あの、はい、勉強させていただきます。でもできそこないでしょ、これ。いやいやできそこない、まあ、目の感じがだいぶ変わりました。それ的にはそのところがね、はい、結構これも僕らは車好きだから、おいちょっとこれちょっといや変通りじゃねえかってみんな言ってたんですよ、顔が顔が。いやだけど俺的にはスバルも三菱も変なのがスバルと三菱だからいいんですよ。これをね、これをファミリーフェイスにしだしたんですよね。あ、だから全部これになってきちゃって、はいはいはい、何これって時に結構愚痴言ってたんですよ、買いもしないのに。買いもしないのに。はい、じゃあそして、はい、じゃあ第三世代見てみましょうか、うん、2007年にこちらが出てきました。これ戻ってきてるんですよ。なるほど、はい、はいはいはい、うん、こっちの方がなんかそうなんですよ、で庶民戻ってきたなって感じですよ、うんうん、これはあれなんですよ、 WRC 用にトランクをなくして、うん、後ろのオーバーハングなくしたんですよ、わざと、うん、で5ドアにして、うん、だから世界選手権用に作った車、かっこいいですね、これね、かっこいいですね、うん、これかっこいいよね、そうそうそう、うん、これでも今のアイデンティティにちょっと近いですよね、はい、デザインのね、そうですね、うん、これ結構売れましたよね、うん、そうですね、したね、これ割と人気高かったですよ、そう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 、もうヨーロッパの車みたいで、今もそう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 、デザイン新鮮ですよ ね、うん、どん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 進化してる、はい、第4世代見てみますか、はい、ほら、スバルブルー、はい、これ2014年に誕生しました、ね、これが一番あれですか、それこそ三菱との対決が激化した頃ですか、うん、三菱の対決が激化したのは第2世代の丸めの時に一番もうバチバチやってた感じです、うん、そうですよね、あの頃はどんなんだったんですか、例えば三菱がね、新しいラインを出た時、ハンダーって言って、うちちょっと負けてんじゃないかとか、ちょっと行けとか、なんかそういうなんか、あの、はい、あのそういうふうなやり取りが、あの、はい、あの社内でもちょっと噂になってます、そうですね、はい、ああいうのって例えば三菱が新車出せますよね、そしたらそれを富士重工、まあ、今、まあ、スバルですけど、うん、スバルが購入するんですか、あ、そうですね、もちろん、あの、はい、勉強させていただくためにで解体してだからこんなことやってたとか、まあ、どのメーカーもやってますからね、どのメーカーもやってますよ、あ、そうですか、うん、そのスバルは三菱だけじゃないですよ、うん、海外の車も買ってバラしてっていうのは、それはもうトヨタもホンダも全部やってますよ、うん、日産もバラした車はどうするんですか、バラして どこに補強入ってるのか、どれだけそのボディが歪むのかっていうテストをするんですよ、うん、これはもう本当にトヨタも日産もホンダもやってますよ、ね、あ、そうですか、あの解体したら本当バラバラに一つ一つなの、まあ、塊みたいになるんで、あ、待ってんだ、もう解体しちゃうんだ、もう完全にバラバラになります、じゃあもう一回乗るってわけじゃないですか、そうですね、プラモデルじゃないじゃないですか、6割引きでいいよとか言ってたじゃ、だって溶接まで剥がしますよね、そうですね、溶接まで剥がします、そんな細かく見るんですね、はい、ちょっと見てみたいですよね、確かにちょっと見てみたいですね、あのこの頃からですね、この WRX がエンジンが2種類になって、うん、あの走りの速さに特化したモデルと、もう一つ走りの質を求めるモデルの2種類に分かれ始めた、質と、はい、そうですね、僕らみたいなこうに、ね、外側の人間からすると STI が走りみたいな、うん、はい、そんなイメージなんですけど、どうなんですか、そう、そうですね、ね、そうですよね、で S4 って方が、しっとりしてる、しっとりしてるというか、長距離ツーリングなんかしやすい、うんうん、あの STI の方はもうガチガチの硬派みたいな、うん、そうですね、うん、あの開発の段階で新井さんなんかは、まあ、ドライバーとして、はい、いろいろアドバイスも当然、そうですね、本当に対応が早くて、うん、もう第二世代でさっき言ったあのランサーとバチバチの頃は、うん、言うと本当にすぐその半年先とか1年先とかにパッて入ってくるんですよね、うん、どんなわがままを言ってたんですか、いやもうハブが弱いからハブ強くしてくれって、あの PCD100 だったのが急に1143になったりとか、 あとそのステアリングラックがちょっと動くからだったら、今までそのゴムブッシュで止まったのがボルト締めになったりとか、そういう細かいところみんなしてくれるんです、レスポンスが早いんだ、はい、あれはすごいですよね、だからあのスバル買ってるユーザーさんの人は知ってるんですけど、あのアップライドモデルって言って A 型 B 型 C 型、これもそうなんですけど ABC 出て年によって全部違うんですよ、だから何年のモデルはどこか違うってみんな知ってるので、だからスバリストの人はすごいんですよね、何年型のどれば、あ、ここはこうですよみたいな、まあ、現在第5世代にあたる WRX が2021年に誕生いたしました、はい、うん、これなんかシュッとしましたよね、シャープに、
あ、そうですね。ね、あの空力とか走安性も考えて、まあ、ありとあらゆるそういう性能を含めてデザインも、はい、考えていただきましたので、うん、それであの、まあ、シュッとも、はいはい、していただきました。あ、土屋さん乗りましたよ、ね。乗りました乗りました。これすごい良くなってね。いや本当に本当にいいですか。びっくり。 どれ辺がいいんですか。いやなんかもうすんごい軽快、軽快だし曲がりやすいし扱いやすい車になってる。これ色もいいね。あ、いいですね、オレンジ ね、 これねスバルよくやる、ね、あ、そうですね。あれですか、あのそれこそ、まあ、こうやって名前のある車じゃないですか、うん、歴史もある。そうすると圧倒的な新しいデザインっていうのはなかなか作りにくいんですか。ただ世の中の流れ、そのデザインの流れも踏まえて新しいものを取り入れようとはしていますので、もちろん伝統的な内容を組み合わせながらあの一生懸命デザイナーも考えてますので、あの、まあ、これからも進化し続けると思います。これいつからさ、こうスバルって都会派的になったんだろう ね、 ね。いやだってさ本当に俺がそのダートラーでさ、はい、レガシーで練習してる頃って、はい、スバルと三菱ってなんかもう長靴履いた麦わら帽子かぶった人が乗る車、うん、そういう風に烙印押されてたの。そんなことないですよ。いや本当に本当に俺長野にいる頃ってそうだったのね。レガシーに乗ってあの長野スポーツランドっていうところをレガシーで走る。長野だけですよ。何言ってんのかさ。そんなこと。長靴誰も長靴履いてる人ばかだよ。都会的逆ですよ。都会の人たちがやっぱりスキー場行くときにみんなこれ乗ってたんですよ。おしゃれな都会の人たちは。スキー場はね。そうそう。逆にやっぱり、ね、都会で乗ってるやついなかったよね。スバル三菱って。私も群馬だからよくわからないですけど。もうねこれ二人ともね田舎者の会話です。わけが乗ってる。長靴なんか乗ってない。みんなおしゃれなダウン着てこれで苗場のスキー場とかみんな行ってたんですよ。そう。何言ってんですかね。いつからか。スバルがおしゃれになった、うん、その、スタイリングもそうですよ、うん、スタイリングもそうだし中もそう。中ってほんとなんかぐっそダサいなんかスイッチとかでそれがいつの日かねスバルが都会でも乗れる。おそのくらいなんか、ね、昔から乗れてるんですよ。いつからこんな綺麗な車になった。そうですね、やっぱり初期のインプレッサの途中ぐらいから急にデザインがかっこよくなるんですね。すごい変わったよね。だいたい私もそうには思ったんですよ。だいたい出てマイナーチェンジするとどんどん良くなるんですけど、最初出た時はどうしたのかなというデザインが多かったんですけど、3世代ぐらい前から出た時からかっこいいになりました ね、はい、そうね。スタイルはかっこいいし室内 の、 その作りインテリアの作り込みもうまいし、そうすごく、ね、スイッチのボタンも、ね、あ使いやすい。これは5円じゃねえな、5円。スバルと三菱はこれスイッチ5円で作ってんだろうな。でもトヨタってこれ15円するだろうなっていう見せ方が上手くなった。そんなこと言ってどうも誰も出てきてくれませんよ。今回ですね、この第5世代にあたる現行のダブル RX が、はい、持ってきていただいていると、はい、いうことなので、そのあたりも踏まえてチェックしたいなと。見に行きましょうよ。それはいいね、はい。車の話番組 YouTube では非公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。